皆さんこんにちは岩手大学学長の小川です今年2024年に岩手大学は創立75周年を迎えますこの記念すべき日を迎えることは岩手大学に関わる一員として大きな喜びとともにその歴史の重みを感じるそんな特別な思いを抱きます岩手大学は1949年 国立学校設置法の交付により盛岡農林専門学校盛岡工業専門学校岩手師範学校岩手青年師範学校を母体としてその歩みを始めました令和の今4つの学部と5つの大学院からなる岩手大学は地域における高等教育機関中核的学術拠点として地域社会の文化の向上と 国際社会の発展に貢献していく責務があります先輩諸子そして卒業生である宮沢賢治の思い「世界が全体幸福にならないうちは個人の幸福はありえない」を受け継ぎ誰一人取り残さない持続可能な社会の実現と予測不能な時代を切り開く強靭でしなやかな人材育成を通じて社会に貢献してまいります。 さて、ここからは、さらに先の未来、創立80周年に向けた本学の新たな展開についてご紹介します。本学は、より良い未来を創造する地域の地の不、知識創造の場として、地域に頼られ、尊敬され、愛される大学を岩手大学ビジョン2030に掲げ、強行と競争、共に考え、協力して作るを行動規範とし、 一丸となって歩みを進めていますその未来のあるべき姿を皆さんとともに考え作り上げたい私たちはこの思いを岩手大学80周年記念事業という形で表現し今年度より複数の事業を展開することとしました80周年を記念するロゴマークです学章から 霧の花の一部を用いて過去現在そして未来へと時代の輪をつないでいくイメージを表現しました今年7月には80周年記念特設サイトを立ち上げ大学の未来を彩る8つの記念募金プロジェクトも開始します中央学生食堂を整備するプロジェクトなど大学の未来を作るご寄付を ぜひお願いいたしますそして10月19日の土曜日には大学祭である小塚田祭に合わせて岩手大学ホーームカミングデーを開催します卒業生や教職員として勤められた皆さんそして地域の皆さんなどゆかりのある方々が一堂に会し本学の歴史や伝統魅力に触れていただけるような 企画を準備してまいりますその特別な一日にぜひ岩手大学にお越しくださいその他の企画を含め80周年に向けたさまざまな取り組みにつきましては改めてご案内をさせていただきますのでぜひご注目ください最後になりますが岩手大学はこれまでもそしてこれからも 岩手の大地と人とともに前進してまいります。今後ともご指導、ご鞭撻のほどよろしくお願いいたします。